あのお腹周りの辺とか厚みとか少し増したんじゃないかなと思ったんですけど。じゃあ体が張ってるということですかね。まあ、あの照ノ富士や、ね、宝富士といった、うん、まあ、ああいう体のある力士と結構進んでますからね、うん、やっぱりあの照ノ富士入ったの大きいかもしれませんね。いや、いい稽古になるでしょうね、うん、重いしね、腰も重いし体も大きいし。さあ、誉れ富士は勝ち越しにかかった一番、セイロは優勝争いの一番としては大事なね、はい、一番になります。勝って8勝5敗当たったんですが、ちょっともろかったですね。うん、左前みつね、セイロが取ったんですけども、それを一度誉れ富士が押していて、その前みつを切り気味にね、体を開きました。それでもう